最初めちゃくちゃ強いかと思ってましたけど、やっぱ特殊がやっぱ普通に今の環境厳しいっすわ。今の環境っていうか、まあ前からですけど、僕基本的に竜デッキ使ってるんで、なんか特殊ダメージパンパン出されるイメージあるんですけど、自分があの特殊ダメージ系のデッキ使うと、普通にシアンとかマデッキ系とマッチングすると厳しいんで、渋々さんを200連で信号のコンプと、ナイス。ゆうさんこんばんは。シロミンさんもこんばんは。石320で、信号まで欲しかった。なるほど。お、いいっすね。フィンとティポン当ててきた。これ防御ビーナスだけだな。大丈夫か？あ、一応あれか。フリジオンもいるか。さあ、召喚しつつ。なんだかんだね、今回新キャラクター、まあ、6種類登場しましたけど、まあ、あんま環境変わんなそうですね。結局、神探シアン、なんちゃらかんちゃら、そこら辺が強いんで。どうします？こっち行きます？ X 行ってもちょっとこの HP 飛ばせきれなさそう。特命さん何回か使われてるけど言うほど強い。まあそうですね。他の英語マが強くならない限りなかなか厳しいかもしれないですね。とりあえず倍数かな。ゆうさん今回の超ゴマガチャのおかげで火炎デッキ、あ、いいっすね。ナイス。火炎デッキ若干ヤンドラ使えなくなりましたけど、どうなんですかね。お、金馬も入ってるか。なるほど。ファナリア来た。ここでフリジア使っても、まあ、金馬と金麦となんちゃらかんちゃらは全部氷結できますけど、新たに置かれたキャラクターに関してはダメなんで、ファナリア打ってフリジアかな。フリジア打ってかな。でも4分の3か。シロミンさんフェイルノート、2体目いないしラウムもいないからイシュタルのとこ、ああ、あとはあれですかね、あいついますね、いて、あのキャラクターなんだっけ、ラウムシュットじゃなくて、あいつ名前が出てこねえ、なんだっけあいつ、あの S ゴマコンボスキル 1.7 倍のやつですね。さあ4分の3で氷結できますよ。どうだ？ああ、まあそこそこのところを氷結したかな。キーマもちょっと開いちゃってますけど、まあフリジア使えるんで。あ、グレタさんこんばんは。いつもあざます。お勤めご苦労さまです。あざます。おつありです。さあ一応氷結成功しましたが、そこから殴っていく。え、強っ、音でかっ。これ飛ぶかな、さすがに行くか。こいつ強いですからね。まあカットされますけど、さすがにいけるかな。よいしょ。あ、ちょっと音弱いか、飛ばないかも。あ、行ったか、よかった。よしよしよし。まあ、エルティナですね。そうだ、エルティナ。ヒマジンさん、今回環境壊れ、そうですね、まあ、環境壊れない代わりに逆に言うと、あの環境が全く変わらないんですけど、多分前シーズン、サードシーズン、その前のセカンドシーズンから、多分ほとんど変わらないんじゃないですか。まあ、シアンと、カミタンと、火炎と、転結と、そのあたりですかね。お、いきなりペトラ撃ってきた。ライナさん、コンボ確定のところに東海エンリで置けるとなると、まあ、それは確かに強いですね。でも、根格のところに置けたら、何のキャラクターも基本的に強いんで。ニッシーさん、こんばんは。明けまして、おめでとうございます。ヒマジンさん、マデッキで使える、そうですね、マデッキで使えるサスターシャですよね。エンリル、進化は。東海エンリル、やっぱカウンターで使うとな、ちょっと刺さりにくいっすよね。まあ、バレちゃってるんで。さあ、ここは、相手罠使ってきたんで回収したいですね。
ちょ、このデッキあんまり回収要因いないんで。なるほど。巻いていいか。で、ニッシーさんは、165連して神引きしたのにエアだけ。マジか。エアだけ出なかったんですね。なるほど。エアか。あれ、エアって、投下ってどんな感じでしたっけ。あ、暗黒だ。暗黒のやつか。うわ、どうかな、暗黒のやつ。暗黒のあの役、え、ちょっと待って。てか、相手トゥールラ使ってなくない？あれ？それ、このトゥールラって、どういうトゥールラ？投下トゥールラこれ。おりんさんこんばんは。いつも、ありがとうございます。今回の新ゴマは、他のデッキを殺さない、なるほど、いい調整でしたかね。まあ、ピヨピヨとも言えますけど。しびじみさん、今日の補正回復体験で潜ってて6連勝した相手が強い。なるほどですね。まあ今日回復体験は普通に強いですよね。しかもなんか、ギルガメッシュデッキとかだったら全然、ね、回復耐久強いと思うんで。ウーシーさん、ガチャの結果満足、しすぎてゲーム。マジで？そんなに？そんなに引きよかったんですか？どういう引きしました？まあ、ゲールノートいくか、これ。そして、ツルトッシーさんこんばんは。多分初コメですかね。ツルトッシーさん初コメな気がしますわ。エンリルって空中に置くと返されにくいからコンボ。まあそうっすね。返されにくいですけど、でも、返されてなんぼな感じしますよね。カウンターなんで。おお、ここで。てか、なんで相手初手に打ってこなかったんだろう。謎ですね。来たよ。トゥールラコンボどうかな。さすがにやべえか。でも、本格したいですよね、プッシュ系で。こっち行っていいですか。うん、まあ4200やっぱ強いっすね。あ、でも次結構キャラクター取られちゃうから、プッシュ系のコンボ弱いかな。無難にエイドさんでよかったっすかね。わお。かわいい子羊ちゃん見せつけられまして。え、これ次飛ばされるのかな。いや、さすがにないと思いたいんですけど。あ、いいタイミングで来ましたね、ヘルメス。メイリンよりは軽く出ないですね、さすがに。さすがに軽く出ないですわ。ロインさん、エンリル進化は強いと最初思ったけど、ペトラにバホメット。ああ、まあ確かにそうですね。まあでもコンボも結構使いやすいんで、悪くはないんじゃないですか。めっちゃ回復した剣について。そんな回復すんの？フリージア来た。あ、メイティスでいけるかな。よいしょ。暗黒はちょっと使ってはないですけど、使いにくそうではありますよね。さあ、ミラーマッチ。お、一応フリージア来ましたよ。オリンさん、超ゴマの性能を見てると、周期がエンデが、なるほどね。なるほど、なるほど。お、鳴り打ちしてきた。メーティスか。まあ、とりあえずこいつぶん投げとくか。これ、フリージア、次は、まあ、使えないか。これ相手、あ、でもそうか、相手も召喚してるから、これフリジア打っても分からんな。E の4で混獲されてもいいかと思ったんですけど、ちょ、氷結うまくいくか分かんないですね。よくよく考えたら。ここでメイティスはさすがに打てないか。2000、角行ってみるか。2、4、5、6、5、分の3か。しのくんさん、神殴りは初手から打ちたい駒が少ないエリテナ。そうですね、まあ、今のところミューズは入ってくるんで、まあ、辺に置くキャラクターミューズ、金麦はしっかり置きたいですもんね。ニカテワルさんこんばんは。アスカさんもこんばんは。いつも、アナウンス。ウィブテンとディートリヒテンケスのそれぞれのメリットが分かるんですよね。メリットは召喚するかしないかなんで、ささやきとか、あと、マタン
マデッキの、ささやきメタをいなせるディートリヒとか、あとは、火炎に刺さらないディートリヒとか、そこら辺が違いますね。おっと、そこを氷結か。相手の逆に召喚は全部、しばけましたけど、ちょっとコンボは残ってるんで。さて、ここだよな。どうしようかな。まあ、バシバシ召喚しちゃうか、これ。もはや。せめてなんぼな感じはするんで。よいしょ。ちょっと次、困惑されますけど、なんだったらフリージアのコンボスキル使っちゃうか。さすがにそれやりすぎかな。あ、すいません。今日ね、何度かの配信はできましたわ。とりあえず。おお、そこに置くか。神明とされまして。相手になってあげるよ。こいつは、まあでも言ってもそんな強くないか？フリジアの動線は取っておきたいですよね。まあ一旦こんな感じにします？猫又さんこんばんは。いつもアナウンス。ギリガメと同じダメージ量の毒出せて、そこに吸収まであるメルブが。ああ、なるほど。まあでも、そもそもの HP が違うんで、そこの差はありますかね。さすがに。4000ぐらいは違いますよね。4000、5000ぐらいは。さあ、こっからどうやって飛ばすか。ここ行きます？フリジアの動線は確保されてはいるんですけど、まあ相手消そうと思えば消せるんで、フリジアは1万か。まあそんな HP は減ってないですね、意外と。死ゆきは間違いなく化け物っすね。おっと、あ、そこ撃てるか。しまったな。そうか、そこ撃てちゃうか。これは負けたかな。ここ行くしかないか。いや、でも5000出せれば上々か。次防御とか撃たれなければという感じですかね。まあでもビーナス入ってる説もありますし、なんか防御いたら終わるんで。一応こっちメイディスがいますからね。あー、なるほど。いやでも結構これ対象多いけど、どうだろう。どうだ、何分の 3？ これどうだ。さすがにですよね。いや、ここで氷結されたらもう終わってましたね。ちょ、KGA のことむしろかと思ったんですけど、さすがにセーフでしたわ。ミラーマッチこうなっちゃいますからね。結構召喚対面、まあ、ギルガメッシュ同士とか、ギルガメッシュ VS メルベとかになると、ちょっと氷結機能しないことはありますよね。あと序盤になんだろう、コンボ封印みたいな感じで打てるわけじゃないんで、ある程度キャラクター欲しいですからね、こっちの場合は。HP 仮に上がってたとしても、パーセントで削ってくるんで、マデッキは。あ、缶2回やったんですね。さすがにそれはドラ乗るか。おー、いや、あ、まあそうっすね。雷撃が入るんで。まあ 50% ですけど。さあ、早速オーラ引かれていく。たかたかさんこんばんは。いつもアナウンス。今月はリアン縛りしてるけど、なかなかこの補正で、なるほど。戦えると。この罠何かな？フルーファー説あるか？まあでも行くか。お、フルーファーではなかったと。サバさん、あー、シンデレラね。なるほど。シンデレラは、どこかな？フリジアと交換ですかね？ビーナスと交換かな？アンチヒール。
なるほど。今日暗黒さすがにいなさそうですけど、一応入ってんのか。ここはメイティスかな。しのきょんさん、ギルガメッシュはこれから強化入るのかな、多分。どうすかね、まあ、運営のさじ加減でそこら辺はどうとでもなるんで、フェイルノートみたいなキャラクターね、一発ポンと出せばどんなデッキも強くなるんで。おお、あ、カウンターの方ね。なるほど。そうか、またはあっち入んないか。めんどくせえの置かれたな。まあ、ビーナスでも置いとくか。そんなマフェリンにビーナス刺さらないですもんね。まあでもビーの1来るか。うわ、村正は強いわ。村正は強えな。いや、ちょっと押し切れなくないですか、ここまで。村正とベノムヒール入っちゃうと。また多分相手これ D の位置に来るんで、そうすると混獲されつつ回復されますからね。あともう一旦ありますし、村正のバーストバリア。あ、そっちで来るか。そっちか。相手 D の位置かと思いきや、そんなに強いキャラクターいなかったんですかね。あ、フリージア来た。待って、これは。自分もチャンスでは？フリジアこれ打つ意味あるか？なくない？あー、でも飛ばされんのかな、サタンとか来たら。どう思います？一応毒ダメ減らしてた方がよかったかな。まあさすがにいいか、これで。さあ、ビーナス削り取られましたが、まあ大丈夫かな。相手になってあげるよ。サタンちょっと危なさそうですけどね、言っても。よいしょ、飛ぶかな、これ。ちょっと召喚少ない感じしますけど。あ、これでも3500ぐらい出るのか、強いのやっぱファナリア。氷結してるところに召喚されるっていう感じかな、確か。わお、いきなりいきなり初手吉野来た。なり打ち来まして、まあ、一応毒は消せるかな、どうかな。まあ、相手の進行によりますけど。MK さんこんばんは。そうですね、フリージア打てれば強いですね。ただ確かにね、 HP は低いですよね。2500台なんで。お、ソコロックか。まあ、エンリルのコンボ使っときます、一発。さあ、一番下は、あ、それ打てるか。あ、召喚一応消せるか。召喚一応消せるし、自分も召喚したいんで、こっちでいっかな、じゃあ。あ、エンリルじゃないわ。今、ちょっと、名前ミスりましたけど、ギルガメッシュのコンボスキーも C の 5で作れましたけど、使えましたけど、こっちにしますわ。んで、そこ来る。ティス来まして。イオフィエルね。どこ打ちます？まあ、一旦こうかな。でも、コンボ弱いんですよね、こいつ。林さん、今思ったけど、ギルガメッシュってマンシーン王、そうですね。それ、フェイトの方ですよ。言われてるのは。マンシーン王と言われてるのは、フェイトの話なんで、オセロには関係ないですからね。
あそこで投げてくんだ。なるほど、まあ、全然それも考えられましたが、まさか本当に殴ってくるとは。満身王はギルガメッシュはギルガメッシュでもフェイトの方なんで、なんか引き弱くない？そんなことない、まあ、ここ打ちます。神話では満身王ではないですね。まあ、角くれば F の3に入れますけど、 A の3の場合はめんどくさいな。 C の2に行くしかないか。まあキャラクターによっては角行ってもいいかな。なんか S 駒来てほしいですね。え、コンボ使うの？それはくさ。オッケー、ここのさプシケ強すぎない？ほぼマックスダメージ出ますよね。どうだ、オッケー、5000出していく。5000は強えな、さすがに。コンボ次5500か。まあ防御とか置かれなければ大丈夫ですかね、さすがに。ヴィーナス来そうですけど、ドリスは召喚じゃないと厳しいですね、さすがに。なるほど。さあ、金も打たれましたけど、5500の 80% は4400。まあ、ファナリアでいいかな。さすがに飛ばせると思うんで。よいしょ、どうだ、ささやきかける、ささやき。これは強い。プシケーとファナリア使ったら、ほぼ1万ダメージ出ますね。